はい、こんにちは。カンボジアガサガサフィッシングの佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、やっぱ引き続き表にちょっと出れないので、ちょっと家でできることをしようかなと思ってた時に、まあ、このガサガサチャンネルでは初めの頃ね、時計ヤモリとかね、カエルとか、なんかその辺をね捕まえに行くところとかもね、アップしてたんで、まあ、魚に限らず、まあ、専門ではないんですけども、これまでガサガサにねカンボジア行ってる時に出会った、今回はカメをですねちょっと紹介したいなと思います。ただやっぱり専門でないんで、その紹介するカメがどういうカメなのかっていうのは、正直、説明できないぐらい素人です。まあ、ただ写真はねたくさんあるんで、その写真を紹介してカメ好きの人がねもしいたら見てもらえると、カンボジアこんなのおんねんなっていうことで知ってもらえたらいいなということで、紹介したいと思います。でただこの名前とかもねちょっと僕は分かんなかったんで、まあ、信頼できる、知り合いの人に、教えてもらった名前なんですけども、それで紹介したいと思います。まず一つ目なんですが、インドシナニシクイガメというカメがねいるそうです。でこの写真は、もう何年か前ですね、 4,5 年くらい前に、魚の調査でトンレサップ湖の湖岸エリアに行った時にね、そこの港にいた女の子が、持っていたカメです。で、まあ、こんな感じのね頭がちょっと大きめで、なんか黄色いね線が顔に入ってますよね。で甲羅はなんかあんまりねそんなに特別変わった感はないカメですよね。で、まあ、大きさは日本のクサガメとかイシガメよりちょっと一回り二回りぐらい大きく成長するカメだと思います。まあ、ただこの写真はねそんなに大きくなくて手のひらぐらいですけどね、まあ、これぐらいのサイズは、いるようですね。でこちらはもうかなり昔2001年なんで、もうだいぶね20年ぐらい前なんですが、市場に行った時にねこう生きたまま売っていた時の、インドシナニシクイガメと思われるカメです。ということはこれやっぱりねもう想像つくようにこれ食べるんですね、みんなね。でまあこんなにちっちゃいカメね買ってたところで、ね、なんか食べるとこないんじゃないかなと思うんで、なんかちょっとかわいそうでね、もうちょっと大きく、ね、なったやつを取ったらいいのになっていうところはあるんですけども、まあ、でもカンボジアでもまだその食として、まだ利用しているんですね。でこのようにもうあの下のねこう殻をこう取った状態で売っているお店もあって、まあ、これを買っていく人がいるっていうことですよね。でこちらは、シムリアップとプノンペンですねの間にある町に、立ち寄った時に売ってるんですね。でこれを、移動中の人たちがこう買ってお土産にこう持って帰るという感じの、光景です。今こんな感じで売ってますね。なんかこれ油っぽいってなんか揚げてるんですかね、一回ね。なんかよくわかんないですけど、こういう状態で売ってる時もありますし、生の生きたまま売ってることも、まあ今でもありますね。はい。そしてこちらは、これは僕の手なんですけども、2020年なんで去年かなに、水田地帯ですね。このシムリアップ一帯の水田地帯で、水生昆虫を探しに、調査に行って、た時に、ね、捕まえた個体です。なのでもう水田自体なんで本当にお水もねひたひたのところで、まあ、こんな感じのあの景色のところなんですけども、こういうところに実際にいました。そしてこちらの写真をねここからちょっと順番に紹介したいんですが、まあ一回ねほったらかしていたら、勝手にカメがねこう動いていって、最後ね見えなくなるぐらい前にね潜っちゃうんですね。もう一瞬です。1分ぐらいあればそれぐらいもう見えないぐらいまで潜るんですけども、その様子をご覧ください。これも頭が、田んぼのね、なんか急行でみたいな湿地なんですが、もう頭を突っ込んであの隠れようとしてねこれどんどん潜っているところです。でもあっ
という間にもう尻尾だけになって、最後はこのようにもう亀がねいるとは思えないようなね、雰囲気なんですが、実際この下にねもうさっきの亀が潜った跡なんですね。なのでこれまあ実際いたとしてもね、見つけるの大変ですよね。よっぽど偶然ねこうタモに入ったとかね、歩いてるところを見かけたとか、そういうのないと多分撮れないんですね。なので僕も実際に撮ったことがあるのはもう2回3回で、目撃したことあるのももう数回です。でそれぐらい実はカンボジアカメ少ないんですね。なのでもう日本のね河川とか池にはねいっぱいね、まあいろんな外来種も含めてカメいるんですけども、あんなにいっぱいいないですね。なのでカメに関しては日本の方がかなりたくさんいるなというイメージの生き物ですね。でまあこっちの場合はね、捕まえたらもう確実に食べちゃうんで、やっぱね数はどんどん減ってんのかなというところですね。こちらもね、これ左側が今紹介したインドシナニシクイガメです。でこちらはアンコールワット遺跡群の大きな敷地内で見つけた時のカメですね。これも同じです。これ赤ちゃんっぽいですよね。でこちらは実は中華系カンボジア料理店に行った時なんですが、まあ、偶然ねカメの研究をしている方とね一緒に調査をした時に、その日の晩ちょっとそういうお店があるんで見に行ってみようということで行ったら、実際にこうやってカメ、これ結構大きいですけどね、カメが売られていました。食用としてです。でこういうねお鍋に入れて、まあ料理の仕方もいろいろあるそうなんですが、これは蒸してるところですかね。はい、でちょっとさばいた時に、卵が入ってると、この卵もね提供されて、これもまあ珍味の一つらしくて、こういうのをねみんな食べてるそうなんですね。でこちらはまあタウナギものねお鍋とかねやりながら、こちらがそのインドシナニシクイガメの、料理ですね。これはもう頭というか顔ですね。でこういうのもやっぱね食べる人は食べるんですよね。まああんまりカメはね進んで食べれるもんではないなというのが僕の、印象です。はい、そしてこちらのは、映像なんですけども、この前ね金銭ラスボラとかをね、シムリアップの町に流れてるシムリアップ川に、まあ、何回か釣りに行ってた動画をね、アップしてると思うんですが、その時に実はここでもねインドシナニシクイガメを、目撃しました。でちょっとあまりね綺麗に映ってないんですけども、せっかくなんで、ちょっと紹介したいと思います。それではどうぞ。まああそこの水面付近から出てる木の上にカメがいます。多分ニシクイガメなのかな。顔にね黄色い線がね横に2つずつ入ってて、体が黒いんですけど、あそこにいるんですが見えますかね。映ってるといいんですけど、カメです。でここの川では本当にカメ少ないんですけど、去年はスッポンは1匹見たぐらいで、日本の方がカメは断然多いです。まあ、それぐらいねこっちはすぐ捕まえたら食用にしてしまうんで、こういうね人が多いエリアではもうほぼカメはいないです。もうそれぐらいかなりレアなやつですね。いますね。そしてこのニシクイガメっていう名前なんですが、どうやらいろいろね聞いてみると、まあ水田地帯ってあのタニシがいますよね。でそのタニシを食べる、貝を食べるカメだそうで、でそういうことから、タニシを食べるカメということでニシクイガメと呼ばれているそうです。なのでまあ英語だとねインドチャイニーズスネイルイーティングタートル、なんかすごいね、まあ、まさにインドシナの、貝を食べるカメという名前だそうです
はい、続いて紹介するカメが、スッポンですね。これまあスッポンもね何種類かいるそうなんですが、まあ一般的によくね見かけるのが、ね、このインドシナオオスッポンというスッポンだそうです。この写真でいうと右側ですね。でこちらが市場で売られていた、インドシナオオスッポンの子供ですね。まあパッと見はねちっちゃい時は、まあ、スッポンですね、まあ、僕にはスッポンにしか見えないんですけども、まあ、そういう種類のスッポンだそうです。で、あのラオスとの国境の付近のねメコン川の本流とか行くと、もうすっごいね、あの1メートル級のスッポンみたいなのがいるそうなんですね。まだ見たことないんですけども、まあ、それのそのスッポンはもうほぼ水面より上にね体を出さずに生活しているスッポンだそうなんで、まあそんなにね見かけるってことは多分ないんですけども、まあ、実際にそういうスッポンもいるそうです。はい、そしてこちらは、まあ、僕の知り合いがたまたまスッポン持ってるよっていう話を聞いたんで、まあ近所で捕まえたスッポンを2個体かな、持っている知り合いがいたので、まあ、その時、亀の調査をしていた、日本のね研究者さんを案内して、まあ、一応その写真を撮りに行った時のものです。まあ、そんな大きくないですけど、多分子供ですよね。でそのスッポンがこちらです。はい、まあ、なんか可愛らしいスッポンでね、まあ、実際こういうのもいるということですね。はい、これでちょっと時間が来てしまったんで、今日はこの辺で、終わりたいと思います。でこの後も、まだ数種類カメがいるんで、次回、紹介したいと思うので、どうぞよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。それではまた次。